スキル、ルーレット、ダッシュボタンを押します。次に左スティックをクリックします。普通のルーレットの他に片足ルーレットと3点ルーレットがあります。片足ルーレットは特定の選手しか使えないようです。ルーレットはスキルを持っている選手のみ発動します。